う少し JICA 海外協力隊のところを深掘りさせてもらいたいなと思ってまして、ケニアって比較的治安はあんまり良くない方に分類されるかなと思ってて、うん、2年間生活されてる中で自分が危ないなと思ったところとかってありました？私が住んでいた家に、はい、あの泥棒が入りそうになったというか片手ぐらい入ったみたいなこととかカメラ盗まれたりとか、そういうことはありましたね。あ、そうなんですね。具体的にその片手だけ入ったっていうところちょっとお聞きしたいんですけどうち幸い窓に鉄格子が貼ってあったので、はいはいはい、あのそこまで中にまでは入られなかったんですけど、はい、窓際にあったものがなくなっていて、いやなんかないよなって、はい、明らかにそう多分なんか物減ってるよなと思ってそうもう一つ、はい、ありまして、ちょっと次の活動にも絡んでくるんですけど、はい、現地で私サッカークラブに入っていて、うんうん、そのサッカークラブの人たちと一緒にサッカーのイベントを開いたんですね、はい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 、でどんなイベントかっていうとサッカー大会をしながらそこに同じ認知に環境教育の隊員がいたりとか、うん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 、エイズ対策の隊員がいたんで集まってきた子どもたちにそういう環境の話をしたりとか、はいはい、エイズの啓発をするっていうイベントで1日がかりのイベント、お昼も提供しようとしてケータリングを頼んで、そのイベント当日、はい、1000人ぐらい子ども友達とか地域の保護者とか集まって、はい、いやすごいな。当日になったらケータリングが500人前ぐらいしか来なくて、はい、で私がそのお金を預けてた人が、はい、もうその時間になったらその会場から消えていて、連絡しても捕まらず、はい、多分私のお金を持ち逃げしたんだなっていういやー、はい、それちょっと待ってください、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、はい、1000人分のケータリングって日本円でいうといくらぐらいですか？日本円にすると5万円ぐらいですかね。5万円か、はい、まあ、でもケニアとかにすると結構な額ですからね、まあ、結構な額ですよね。ケニアって通貨って何でしたっけ？ケニアシリング。ケニアシリング、はい、でもケニアは1円が1シリングぐらいなんで、はい、そうなんですね、はい、割と計算しやすくて。そっか、じゃあ5万シリングぐらいですか、はい、後日談があって、はい、その大会の1週間後ぐらいに、はい、私がお金を預けてた人の顔写真が街中に貼られて、え、何かって言ったら彼選挙に出てたんですよ。え、まさかの。そう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 多分そのイベントのお金は彼の選挙資金に変わったんだろうなっていう選挙って結構荒れたりとかもするので、ね、もうこれ以上追うとそれこそ命が危ないなっていうか、はい、なんか逆恨みとかされても嫌なので、はい、もうちょっとそこからは追わないようにしたんですけど。あ、そうなんですね、はい、じゃあその2つがやっぱり一番自分としてのケニアの中での2大ハプニングですかねまあどっちもハテナマークがつくような、はい、ハプニングでしたね、はい、実際どうですか、ケニア2年間住んでみて、うん、住みやすい場所だったりだとか、もうこういうところは面白いとか、うん、そういうのってありますか？一番大きいのはすごくこう助け合ったりとか、うん、なんか人間味のある人たちがすごく多いなっていうのは思いますね、うん、だから具体的にそういうエピソードとかありました？私その児童鑑別所で働いていて、うん、で子どもたちがその裁判の結果によっては家に戻ったりとか、うんうん、少年に行ったりとか、うん、していたんですけども、うん、その家に戻ってもなかなか家の問題、それこそ貧しい家は貧しいし、育児放棄をしているような家だったらその育児放棄をしている親はそのままだしっていう状況の中で、まあ、その子どもたちを守ってくれるのが地域の中にそういう人大人たちがいて、でその子どもたちを守ってくれる一つの場所がサッカークラブだったりとか、地域の中のスポーツのクラブで、印象的だったのはコーチたちと話をして、コーチたちも安定した仕事を持っているような人たちじゃなくて、まあ、それでも子どもたち集めてサッカーを教えたりとかしていて、うんうん、なぜやってんだっていうことを言うと、はい、彼らをこう忙しくさせておく、はい、手持ち無沙汰じゃなくてサッカーをやらせることによって、うんうん、彼らが犯罪に走ったりとか、はい、時間があるとドラッグに走ったりとかっていうところを防ぐことができるんだっていうことを言っていて、うんうんうん、特にスラムの地域とかって、はい、そういう犯罪の手が染めやすい環境、まあそうですよね、はい、ドラッグもすぐ手に入るし、うんうんうん、まあ、日本でいうボンドみたいなのを吸って空腹を防いでいたりするように思いますし、あ、そういうクラブは意義があるなっていうこと で、うん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 、でそれを保護者とか地域の学校とかもそのクラブをサポートしたりとか、大会をやるってなったら多少ちょっとこう賞金を地域の中で集めてやってみたりとか、うんうん、はい、それはすごく面白いですね、うん、ケニアで2年間 JICA 海外協力隊で行かれて、岸さんにとっては良かったですか？いや、行ってなかったら多分こんなに自分自身の世界観も広がんなかったと思いますし、うん、アフリカとの出会いだったりとか、はい、まあ、国際協力との出会いによってすごくこう自分の視野とか、うんうん、人間関係とかも広がったなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。ちょっとここからはキャリアについてもお聞きしていきたいなと思ったんですけど、その後どういうキャリアに進もうかみたいなところって、もうすでに JICA 海外協力隊に参画している時に考えられてました？
私は大学院を休学して、はい、協力隊に参加してましたの で、 そうですよ、ね、で一度とりあえず戻ってきて大学院の修士論文を完成させるっていうところは、はい、一つあるな。もうその論文はいわゆるスポーツ関係のところとかして、はい、でケニアをフィールドワークにして、うん、はい、協力隊の時からこういろいろ、はい、聞いてきたものとか、はい、まあ、その後協力隊終わってからも実際何度かケニアに戻って調査したりとかしながら、はい、まとめたっていうところですね。あ、そうなんですね。じゃあ大学院卒業されてからはどういう形で、はい、進められたんですか、進路っていうところは。ちょうど私が帰ってきたのが2013年、日本の東京オリンピック、うんうん、オリンピックパラリンピックが決まって、はい、でその招致活動の中でスポーツフォートモローっていう事業が、はいはいはい、始まってまして、はい、で実はこれがスポーツを通した国際協力の事業で、政府系の機関とあと民間企業とか、うんうんうん、あるいは大学だったりとかが、ね、コンソーシアムネットワークを作って、うんうん、スポーツを通した国際協力を推進していこうっていうプログラムが始まっていまして、はい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 、でそこ の、 事務局に入りました。オリンピックまでに100カ国1000万人にスポーツの価値を届けるっていうのが数値目標としてやっていた事業で、まあ、1年伸びましたけど、はい、最終年度では一応あるんですけど、まあ、今後もそのネットワークは維持していこうっていう感じで使ってます。100カ国にアプローチするっていう話あったじゃないですか、はい、まあ、今年が期限だとして、はい、それはもう達成は、一応達成して、すごいですね、はい、まあ、そこはいろんな団体が協力をして、うん、やっていたので、本当に官民連携の象徴的な事業みたいな、はい、まあ、そうですね、認識ですよね。JICA海外協力隊終えられた後、うん、岸さんでまだケニアに関わられてる有志集めて奨学金作ってるっていうのもあるって聞いたんですけど、はい、ケステスっていう団体で、うんうん、もう35年ぐらいやってる団体なんですけど、そうなんですね、代々ケニアの隊員で続いていて、はい、だケニアは結構歴史は長くて基本的に2年なんで協力隊って、はい、その2年2年でつながって、はい、奨学金をやっているっていうのは多分ケニアだけですね、はい、そうですよね。もう35年続いてる、はい、ところである学校を対象にしてるっていう感じなんですかね。ある学校というよりもよく協力隊って学校に配属したりとか、うん、コミュニティ開発の隊員でも、うん、その村の中ですごく勉強はできるけれども学費が払えなくて学校に行けないとかっていう子がいると思うんですけど、うん、はい、そういう子たちに奨学金を提供するっていう形で、うんうん、特に学校特定したりはしてない。そうなんですね。今まで何人とか奨学金とかで、今のところ500人ぐらい。500人、はい、多いですね。中にはもともとその小学生として奨学金提供していて、今は大学の先生をやられている方とか、はい、もう生まれてきて、これはじゃあもうずっとケニア隊員がいる限りは続いていくような感じなんですかね。いや、ただ去年は結構、まあ、一つ存続の危機というか、はい、ありましたね、まあ、やっぱコロナの、はい、全員隊員が日本に帰国をしたので、はい、現地に誰も協力隊がいないっていう状況の中で、うんうんうん、この仕組みをどうやって維持していくかっていうのは難しいところでしたね、はいはい、なるほど。そこどういうふうに解消されました。まあ、状況として隊員は日本にいるけど小学生はケニアにいるっていう状況がありました。その時にどうやって奨学金を届けるかとか、どうやってその子たちの勉強の状況をモニタリングするかみたいなところは一つ大きな課題になっていて、でも実はその時に助けてくれたのが元小学生の人たちで、はい、ケステスの奨学金を受けて今社会に出てっていう人たちが現地にいるので、はい、彼らがその現地での窓口みたいな形になってくれて、うん、現役の学生たちとのコミュニケーションを取ってくれたりとか、こっちとのパイプ役になってくれて、いやすごいですね、まあ、確かにずっとそれを続けていくと成長しても社会で働かれてる人もいれば活躍してる人もいるし、はい、うん、まあ、そういう人たちを通じてそこはモニタリングできる、そうですね、環境を整えたようなイメージなんですね、はい、だから積み上げてきたものがいや形になったようなイメージですね。そうですね、確かに。そうですね、今隊員もまた派遣が再開して現地にもいますし、はい、今後も太くっていうよりも、まあ、細く長く続けていけたらなっていうふうには思ってる活動ではあります、ね。まあ、そうですね、一括でガンツンと入るよりも継続性を持たせた方が、はい、本当に存続危機とか、うん、まあ、何か起きた時に、うん、助けてくれますよね。そうですね、うん、ありがとうございます。ちょっとここまでは A ゴールに入る前のお話をお伺いしたんですけれども、はい、次の動画から、はい、今重点的にお仕事されている A ゴールについてちょっとお聞きしていきたいなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。